今後の活動も見据え、防具鍛冶と、こいつ転職してほしいな。防具鍛冶と聖職者を育てようかなと。村人うろうろしてるやつ一応いるのか。こいつらが転職してくれれば話早いんですけどね。あ、転職した。OK。転職しちゃいなよ。転職しちゃいな。まあ、とりあえず一人増えたか。とりあえず一人どうにか、あ、え？ってかもういけるやん。あれ？いけてたっけ？あれ？これいけてたっけ？こいつ。あ、じゃあこれもういけるってこと？あ、いけるやん。達人になっとるわ。これは OK。いらないけど育てようか。あ、一応ある。最後もあれか。じゃあこの二人はもうエンダーパール要員としてはいけるってことやな。わあ、え、こんな飛ぶんだ。こんな飛ぶんだっけ。え、エンダーパールってさ、どうやるんだったっけ。なんか投げたらさ、その要塞がある方向に飛んでいくみたいな、なんかそんな感じじゃなかったっけ？なんかあれで探した覚えはあるけど、あんまりよく分かってないよね。こいつは、まあ OK。こいつもちょっと強引に育てるか。盾か。それがエンダーアイかな。あ、それがエンダーアイなんか。じゃあエンダーパールだけあってもマジでしょうがないのか。自分がああやって行ってその落下地点に移動できるっていうのがエンダーパールか。エンダーアイしかいらないか、むしろ。足かー。入らなくなった。もう一個は何なんかだな。羊羹。お、頭きた。もう行かれないけど、あ、頭くるわこれ。あとはレギンス。レギンス。もっと持ってくればよかったな。
村人結構粛清したからあれだね、あんまりもううろうろしてないね。なんだかんだで収まったんだろうな。肉屋ってあんまり育てないんだっけ？エメラルド1個で鶏肉8個と交換で、焼き鳥8個と交換できるって結構コスパいいよね。肉不足解消か。そこまで持っていくのが大変なんだな。多くね、肉屋。ちょっと待って 肉屋多くね。豚肉をやれたり、うさぎシチューとかかな。食べるの邪魔ないよな。邪魔くさいよな、あれな。かさばるだけかさばって。ブレイズロッドを手に入れるには、結局、あれか。レイズロッドを手に入れるには、結局ネザー要塞を見つけないといけないという話か。ここに入れとこう。この辺り持って帰るか。レギンスがね、あとは本当レギンスだけだね。あれ？防具鍛冶がこんなところに。ここで育てるのもちょっとあれよな。村の中で育ってもらわんと。で、レギンス以外は、レギンスはもうちょっとか。攻撃続けてればあいつが育って攻撃できるようになると。ダイヤあるので作ります。あ、そうか 作ろうと思えば作れるのか。忘れてた。その手があったか。収めとこう。まあでもそうよね、一旦作って、修繕さえつけてしまえばずっと使えるもんな。ぶち込んどくか。縦の場所あるよ。あ、でもここに入れとけんか。まあこの辺の鉄のやつはもう
最悪焼いて、なんけ、なんか鉄くずみたいなになるような。にしてもいいけどね。オッケーオッケー。迷うか。どうしようかな。ちょっとじゃあ持って帰るか、持って帰るかじゃない、持って上がるか。この辺入れる場所も上作るか。チェストをちょっともうちょっと作って、上にあったかな。入れたような気もする。だだっ広いな。作っとこうかな。まとめていったろ。とりあえずここにあれ入れよう。扉を作る予定のところ開けました。ありがとう。
通に間違えた。面倒。やっぱ目安で先に置くか。なんでチェストがいろいろ移動してます。了解。問題なし。ずれてる気がするけど、あー違う、計算し間違えただけなんだ多分。向こう一マス開くのか。まあええか別に。中央で揃えようかとも思ったけど、まあ、まあここもどうせ途中までだしな。ええか。海底神殿のブロックのエリアに移動してます。あ、今、あ、ブロック海底神殿のブロックのエリア、海底神殿があるところにネザーに行ってるってこと。了解。これで場所は確定させといて、海底神殿の素材入れてるチェストのあたりにいろいろ近えてます。どういうこと？近えてます。海底神殿の素材入れてるチェストの下のところか。やってくれ。チェストを変えてます。海底神殿の素材入れてるチェストのあたりのチェストを変えてます。任せた。手持ちのチェスト分を置いてしまおう。よし、あとはこれだけ貼っとくか。
よし、とりあえず貼って。こんなもんかな。この辺一旦持って降りようかな。一旦持って降りるか。当分使わんだろうかな。作業な、集中してやり始めるとはかどるよな。どうしよっかな。とりあえずそこにあれだけ持って上がるか。あ、マジで、とりあえず多めの、たくさんあるものを、あれしよう。それぞれこれとこの焼いてないやつとレンガ状のやつ、何気に全体で言うと結構このネザーのこれも多いんだよな。プレーンな状態の手前のが楽か。上から入れとこうか。あ、でもこの固める前のこれ焼いた状態のやつ、この辺も持って降りるか。この作業系やっぱアーカイブ区切るタイミングがむずいな。
火事関連貴重品。引き込み入りの銅のハーフブロック、銅ブロックで磨いてないやつよね。この辺、見た目一緒だから間違いそうやな。とりあえず最低限やれたかな。この辺はあとはもう持って上がるだけだな。あと何かあったかな。ここの整備ちょっとやっとこうかな。この壁面と、まあ、一旦確定させんといけんはなんなんにしても、ちょっとここの作業赤く区切ってやるか。